木の下城は、尾張国庭群にあった、日本の城である。現在、アタゴ神社木の下城の非常の規模は、南北200メートル、東西200メートルほどの正方形であり、南方にには三車が構えられ、東側と北側に堀があったという。1469年、越前国、尾張国の守護、柴義都市の命により、織田広資金は、 小口城から犬山に移り、木の下城を築城し、城主となる。美の国の斉藤明珍に対する建成の役割があったという。織田博士金は、犬山の剣山には戦い用の砦を築いている。1537年、織田信康は、剣山の砦に城郭を造営し、犬山城として整備する。木の下城は、廃城をされ、織田信康は、犬山城に拠点を移す。 1564年、織田信長が犬山城に籠もる織田信玄を攻める際、かつての木の下城市に宿営し、犬山城攻めの拠点とする。1606年、木の下城市に、あたご山長泉寺延命院が建立される。延命院は、明治初期の廃物希釈、神仏分離のため廃止され、延命院の中にあったあたご神社になる。1979年、城跡が、 犬山市指定史跡となる、金名水氏。ありがとうございます。